期ドラマの各作品が終盤を迎える中、豪華キャストを揃えた話題作が苦戦している一方、番宣が地味だった作品や深夜枠の作品がヒットするなど、意外な展開を見せている。また、秋ドラマでは旧ジャニーズ、うつつみるインアップの若手が多く出演している印象があるが、この後のキャスティングはジャニー喜多川氏、享年87の加害問題が勃発する以前、来年以降、各局は忖度なしのキャスティングに向かうと思われる。そんな厳しい状況の中、彼らが来年も生き残っていけるのか？俳優としての実力から占ってみよう。まずはトラビッシュジャパンの松田元太、24。抜群の歌唱力、バラエティ力の高さを評価されているが、俳優としてはセクシーゾーンの菊池風磨、28。主演の、ゼイチョー、払えないには訳がある。日本テレビ系、土曜夜10時で、グランプリ枠ドラマでの初レギュラー出演となった。同ドラマは、みゆきの市役所の納税課徴税第3係が舞台。松田は、主人公、相葉雄一郎、菊池の後輩徴税リーン、マスノカンを演じていて、納税課には希望してきたわけではなく、市民からお金を奪う仕事というイメージを持っており、優しい性格のため、聴衆が不得意という役どころだが、いかにも脇役という立ち位置で、賑やかしとしては十分ですが、同じ徴税リーン役の鈴木もぐら、36、八代すじん、31、と比べると、アピール度が弱くてもぶかすることも、俳優として存在感を発揮するには、もっと頑張りが必要です。本人は俳優として活躍する先輩に憧れているそうですが、天然トークなど、バラエティでの瞬発力が評価されているので、そちらでの活躍に期待した方が良い感じですね。ドラマライター、山川。松田は、10月29日放送のバラエティ番組、千鳥の鬼レンチャン、フジテレビ系、日曜夜8時に出演した際も、ポンコツ、ぶりを発揮して番組を盛り上げ、千鳥の大悟、43、は、いろんな番組が決まったと思うと高評価。相方のノブ、43、も、滝沢カレン、31、ぐらい売れるんちゃう？すごい打率やでと絶賛しており、今後、バラエティから引っ張りだこになりそうだ。スト、田中樹は意外な実力派？続いて、シクストーンスの田中樹、28。旧ジャニーズとしては若手ではないが、テレビドラマの出演経験は浅く、ウエストの重岡大毅、31。主演の、単身カビ、テレビ朝日系、土曜夜11時で、初めてメイン級の役でレギュラー出演している。同ドラマは、妻子ある会社員、桜木俊、重岡が、単身赴任先の鹿児島で、初恋の人、竹田か、荒木優子、29、と再会し、資格関係に翻弄されていくラブサスペンス。田中が演じるのは、俊と花の中学の同級生で、俊と共に、二大モテ男と言われていたイケメン、片山直也。いつも花束を手にしている、キザで派手なキャラだ。急に手にしていた花をむしゃむしゃ食べたり、今回はかなりの際物キャラ。しかし、昨年の門脇麦、31、主演、浮輪は友達以上、不倫未満、テレビ東京系、月曜夜11時では、主人公の不倫相手役で、闇を抱えた人物の演技が際立っていました。24年夏のドラマが内定という噂もあり、さらに演技の幅を広げ、審査会中を開くかもしれません。前出のドラマライター山川、2024年の2月から4月にかけて、初の4大ドームツアーが開催されることが決定したシクストーンスは、松村北斗、28、が来年2月公開予定の映画、夜明けのすべてで上白石萌音、25、とダブル主演、京本大我、28、が来年夏公開予定の映画、言えない秘密の主演が決まっている。他のメンバーも舞台やドラマで活躍しており、田中も俳優としての実力をつけることができれば、いろんなメディアで活躍できる、来年のエンタメ界をリードするグループになれそうだ。若手筆頭の佐久間達人、そしてハイアレツの佐久間達人、21、は、嵐の松本潤、40、主演の NHK 大河ドラマ、どうする家康、日曜夜8時では豊臣秀頼役で、秀吉亡き後二代目当主として、豊臣家復活の期待を背負った。また、小池栄子、43、主演のホームコメディー、こたつがない家、日本テレビ系、水曜夜10時では主人公の息子役で、将来に迷走しているという役どころ。どうする家康では、
実力派キャストを向こうに堂々たる武将を演じました。一方、こたつがない家では、それとは対照的な屈折キャラ。両親たちに反発しつつも、素直さを見せるなど、巧みな演じ分けを披露しています。演技派として、旧ジャニーズ若手の中では有望株で、24年も期待できそうです。前出のドラマライター山川。今回の大河は主演が松本潤ということもあるのか、旧ジャニーズのタレントの出演が多めで、バーター起用を感じさせた。それに比べると、こたつがない家は癖の強い俳優たちに囲まれた現場で、アイドルではなく一人の俳優として勝負しているように見えた。来年の出演映画やドラマの予定は、今のところ発表されていないが、どんな役でもこなせそうで楽しみだ。二宮和也、40、八重田斗真、39、など俳優勢が退所した旧ジャニーズ。新会社名が、STARTO エンターテインメント、スタートエンターテインメントとなり、いよいよ再スタートを切るが、これから売り出そうとする若手には、まだまだ厳しい状況だろう。しかし、逆に言えば、実力があれば生き残ることができるはず。来年の活躍に注目したい。画像、ヒジェッツ、佐久間達人、ザ・青春、可愛さ成分もたっぷりな、こたつがない家、ひねくれ高校生、2024年以降の活躍に期待。